なあ霊夢、平野より森を知っているか？確か。平野清盛と関係あるのよね。まあ、名前から予想できるだろうな。平野清盛から15歳離れた平野頼盛は、平安時代1133年生まれで平忠盛の子なんだ。母は藤原宗子。平野清盛とは異母弟だな。異母弟なんてなかなか聞かない言葉ね。1149年に藤原宗子の子である兄の平野家盛が病死すると、平氏の後継者として注目される。だが平野清盛の方が15歳年上であったため、後継者から外れたんだ。しかし平野頼盛は、ただ一人藤原宗子の子ということもあり、家中では優遇されたようだ。17歳にして常陸介に任じられ、平野頼盛は平氏一門の中でも平野清盛に次ぐ存在だったらしい。と、冒頭から熱くなってしまったが、早速始めていこうと思う。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ところでマリサ、平氏って？平氏ってのは、桓武天皇の第五皇子である葛原親王の子孫にあたる一族のことだ。その中でも武士として栄えた平氏は、葛原親王のである高見王の流れにあたるんだそう。一方葛原親王の子で平姓を賜った高宗の流れにあたる平氏は、文官官僚として活躍した人物を出している。ちなみに平野清盛の正室である時子は、高宗雄平氏にあたるんだとか。葛原親王の子孫にあたる一族が平氏ね。平野清盛の活躍もあり保元の乱の後は、平野頼盛は兄、平野範盛と共に昇殿を果たし、平野頼盛は平野清盛の治療国であった秋国を受領したんだ。治療とは、武士に支給された土地のことだな。保元の乱って？保元の乱について説明するか。簡単に言うと、1156年7月に起こった、皇位継承問題などの朝廷内の内紛から起こったもので、後白河天皇と崇徳天皇の分裂に、源氏と平氏の武力が加わった改変のことだ。この乱で活躍したのが、後白河天皇肩についた源頼朝の父、義朝だぜ。これまでに平野頼盛が治療していた常陸国は兄、平野常盛が任された。みんな治療していたのね。平野常盛は淡路の神であり、平氏は兄弟で合計4つの治療国を得たんだ。1157年、新税が大代理の再建を行い、平野頼盛が上岸殿の造営を担当した。その功により14位下に叙せられたんだ。1159年の平治の乱では清盛と頼盛と、清盛の重盛で支える体制で乱を戦っている。この勝利のおかげで頼盛は終わりの神となる。源義朝は終わり国で暗殺されてしまうが、その息子たちの処遇が問題となる。源頼朝は事実上嫡男となっていたが、平家方に捕らえられてしまう。通説によれば、この捕らえられた頼朝が池の前二の亡くなった家盛に生き写しだったと言われていて、懸命の除名活動をしたと言われてるらしい。生き写しだったみたいな話ってよく聞くよね。ついには断食までも始め、一門も大恩のある池の前二の願いを聞き、平野清盛も頼朝の除名を認めたと言われてる。実際は、頼朝が仕えていた城西門院や母方の実家である熱田神宮大宮寺家の圧力によるものとも言われてる。そんなことがあったんだ。しかしながら、その後の頼朝の行動を見ると、やはり池の前二のことを一生の恩としていたようだ。こうして平家政権を確立した平野清盛だが、嫡男の重盛の出世を尻目に、弟の頼盛を遠ざけるようになる。いつものように権力者にとっては自分の直系が成長してくれば、その他に対しては冷遇してくるようなものだからな。嫌な関係になっていくのね。雲行きが怪しくなってきた。平野頼盛は清盛に公然と逆らうわけではなかったが、後白河院に接近することになる。頼盛は八条院の乳母の宰相の局の娘を妻としていた関係から、八条院とは強いつながりがあったとされている。宰相の局？鎌倉時代の旅館のことだ。宝印金正の娘で、順徳天皇の後宮に仕え、建保5年に王子を産んだ。宝印金正は、平安時代末期から鎌倉時代にかけての供養だな。日本の法令の規定に基づく大上官の最高幹部で、なおかつ公家の中でも、国政を担う最高の職位だぜ。ちょっと待って。めちゃめちゃ偉い人じゃん。確かにこの人の娘が味方なら頼盛最強でしょ。この関係が頼盛を助けることになるんだ。このようにして清盛との関係を保ちつつ、小三味三義として過ごしていた。官位とかくらいの話よね。小三味などはそうだな。異界および深海の一つだな。清盛から何度か官を解かれたこともあったが、逆らわずに過ごしていたそうだ。
清盛が亡くなり、平家の勢力も栗から峠の戦いで全く失われてしまう。1183年7月の京の防衛にあたり、当時の総帥平の宗盛から山科方面の防衛を任される。だが、頼盛に何の相談もなく宗盛は都落ちを決めてしまうんだ。都落ち？都を捨て地方へ逃げることだ。頼盛にすれば戦線に捨て置かれたような形になるわけだが、この時に頼盛は後白河法皇を頼った。これが頼盛にとって転機となるんだ。後白河法皇は頼盛に八丈院に身を隠すことを勧める。頼盛は勧めに従い八丈院に身を隠すことになる。優しいのね。こんなに助けてもらえて、相当ラッキーだと思う。ここが運命を分けてしまうところなんだ。平重盛の次男、助盛も同じように戦線から離脱が遅れ、しかも後白河法皇に出入りしていた身分だが、法皇は面会すら許さなかったと言われてる。助盛は平家一門に従い、最後は壇の裏で入水することになるんだ。このようにより森の人脈が功を奏したと考えられるだろう。今でも人脈は大事だけど、より森の話を聞くとさらにそう思うね。より森は八丈院に身を隠しながら、源頼朝と連絡を取っていたようで、その年の10月には京を離れ、鎌倉に向かう。鎌倉ではより森は源頼朝から大歓迎を受けることになる。相模国の国父をより森の宿所に当てているんだ。それは池の善二の息子というだけではなく、後白河法皇、八丈院との関係を重視した姿だったんだ。なるほどね。源頼朝はより森が失った荘園を本領安堵するとともに、より森は権大納言に、息子の三つ森は侍従に、保養は川内の神に任ぜられる。1185年には東大寺で出家し、また播磨国、備前国の治療権を得ることになるんだ。しかしながら体調を崩して、1186年54歳で亡くなる。人脈が広がり、どんどん成長していたのに亡くなる時は、あっけないのね。平家一門というと、すべてが壇の裏の戦いで耐えたと考えられているが、平頼盛のように本領を安堵されて生き残った家系もあるんだぜ。主な原因は池の善二の息子ということだろう。平家の中であっても一定の距離を保っていたこと、逆に遠ざけられていたのかもしれないな。そうかもね。後白河法皇と八丈院との関係があったことが運命を分けることになったんだね。そして平家は瀬戸内海を進み、滅亡の時がやってくる。壇の裏の戦いだな。福岡県と山口県の間にある関門海峡は、潮の流れが変わる場所。海上戦が得意だった平家は、一度は優勢となるが、平家側だった水軍が、源氏側に寝返ったことにより形勢は逆転。ここで裏切られたか。負けを悟った平家は、安徳天皇と三種の神器を持って入水自殺。これによって一時は栄華を極めた平家は滅亡するのだった。この戦いを生き残ったのが、最初に話した頼盛だ。他にも何人か生き残った者がいる。例えば平の宗盛。父の平の清盛の死後、平家の棟梁として一門を率いていた。もともとは兄の重盛が後継ぎとされていたが、父に先立って亡くなり、次男の宗盛が継ぐことになった。しかし清盛が亡くなった後、源頼朝ら源氏の勢いは増すばかりで、北陸から京都に攻め上がってきた義仲を前に京都を捨て、西国へ落ち延びることになったんだ。頼盛がやっと戻ってきたな。その後も一の谷の戦いなど各地で敗北を続け、壇の裏の戦いでも敗北した宗盛は、他の平家一門と同じく、息子の清宗と共に入水した。しかし死にきれず浮かび上がってしまい、泳ぎが達者であったことから海面を泳いでいた。その最中に源氏方に引き上げられ、捕虜となったんだ。死にきれなかったってのは逆に辛いわね。宗盛が生き残った理由については、泳いでるうちに命が惜しくなったとも。息子を生かすために自分も生き残ろうと思ったとも言われているな。平家物語では宗盛について批判的に記述されていて、一門が次々と入水する中、うろたえるばかりの宗盛。それを見かねた周囲によって海に突き落とされるも、得意の泳ぎで生き残った。父子ともに肥満体質であったため、浮きやすかったとも記載されてる。随分な言われようね。多分元からこういうところがあったんじゃないかな。こうして源氏の捕虜となった宗盛は、京都へ帰還し、源義経と共に鎌倉へ向かうこととなった。この時に義経は頼朝によって鎌倉へ入ることを禁じられ、腰越に留まっていたんだ。一方の宗盛は、敗軍の将として、鎌倉で頼朝と再会する。もっとも頼朝は御簾の中から総盛を眺め、周盛は頼朝に見下される形となり、くしくも、30年前に敗軍の将の子として捕虜となった頼朝と、平清盛の立場と真逆になったんだ。これはすごい展開よね。この時宗盛は頼朝に対し媚びへつらい、除名を懇願したという。このあられもない平家の棟梁の姿に、御家人たちは宗盛を嘲笑ったというが、
宗盛にとっては、せめて息子だけでも生かしてほしいという思いだったんだろうな。そうだとしたら辛すぎる。その後しばらくの間は捕虜として鎌倉近くの逗子で軟禁生活を送るが、その際に地元の子供たちと遊ぶなど、東国の武士には見られない穏やかな性格を見せたことから、地元の人々からは好意を持たれていたと言われてる。最終的に、宗盛らは源義経によって京都に戻され、その道中の大海国で一族もろとも斬死されてしまったんだ。宗盛の子の清宗らも、父に先立って処刑され、宗盛の系統はここに途絶えることとなった。京都に戻る道中だなんて、何とも言えないわ。平家にあらずんば人にあらずという言葉を残したとされている時忠は、桓武平氏の一族で、清盛の妻、平時子の兄にあたる。妹がそれぞれ平の清盛、後白河法皇の妻となっていたことから、朝廷内でも権力を有し、武家である平家とは違い、文官としてだが平家方の供養として活躍した。やがて源義仲に追われ、都落ちすることとなった平家一門に従い、時忠も西国へ逃れ、最終的には壇の浦の戦いで源氏方の捕虜となるんだ。平家にあらずんば人にあらずって本当に有名な言葉よね。こんな言葉が残るなんて最低だわ。この壇の浦の戦い以降、時忠は生き残りをかけて義経に接近する。もともと自中は都落ちする際に、三種の神器の一つである神経を持ち出していて、平家滅亡の際も、この神経を保護し、朝廷の手に戻すのに一役買っていたそうだ。この功績をもとに時忠は原型を願ったといい、さらに自身の娘であるわらび姫を義経の妻とすることで、義経の庇護を得ようとしたんだ。娘を取引材料に使うなんて、昔はよくあったことらしいけど、道徳的にどうなんだろう。義経としても、後白河法皇によって検非違使に命じられている以上、それまで長年、検非違使を務めていた時忠と手を組むことは、悪いことではなかったのかもしれない。最終的に時忠氏は死一党を滅じられ、流罪とされ義経の庇護のもと、他の平家関係者が流刑地に送られる中、流刑地に赴かずに京都に留まっていたんだ。なんとか死罪は免れたのね。しかし義経自身も頼朝との関係が悪くなっている最中で、頼朝も義経と時忠の接近を危険視し、時忠の流罪を催促したことから、時忠はついに流刑地の能登国に赴いた。時忠のこの平時実も、上層国に配慮されているが、欧州合戦の前に後白河法皇が頼朝に対し赦免を求めたから、後に許され、京都で供養として復帰したんだ。一方時忠は、京都への復帰の前に、能登国で一生を終えることとなった。なるほどね、能登国にいる時忠のもとに、時忠の娘の縁を頼って、義経が逃亡途中に立ち寄ったという伝説も残っている。時忠の死後、この一人である平時国が、能登国の有力者として、その系譜を現代にまで伝えることとなった。時国の子孫たちは、現在の輪島市あたりに移住し、地域の土豪として力を持つようになる。鎌倉幕府全盛の世の中で平家の姓を名乗り続けることをはばかり、時国の字を名字とし、一体の大名主として栄えたんだ。ここまでするとものすごい執念を感じるわ。江戸時代初期には300国の国高を有し、150人ほどの使用人を抱えるほどの規模だったという。江戸時代にはかつての清盛同様、海上貿易に目をつけ、北前船を自前で所有し、北海道と大阪の間を航海し、莫大な利益を上げてたそうだ。大きくなりすぎたこともあり、上時国家と下時国家に分かれた時国家は、住宅が重要文化財として今も残されているなど、現代にも続いているんだ。海上貿易って本当に盛んだったのね。田中角栄元首相が逮捕されたロッキード事件で、東京高等裁判所判長として、裁判に当たった時国康夫氏は、この時国家の一族であると言われているんだぜ。また時忠の次男である平の時家は、源平合戦以前に、上総の国に流刑とされていたが、上総広常に気に入られ、広常の婿として平家と戦っていたんだ。裁判官の時国康夫さんの話はなんか聞いたことがあるような気がする。広常が暗殺された後も、京都の文化に精通していたことが頼朝に気に入られ、幕府内でも最も高い官位を持つ者として、大江広元らと同様に頼朝の文官として、鎌倉幕府の政治に大きく貢献することとなったんだ。冒頭でも話したが、平の頼盛は清盛の異母弟として生まれた。母は頼朝の女名にも一役買ったことで知られる池の善二で、この縁が後に頼盛の運命を大きく動かすことになる。頼盛は平家一門として順調に出世していくが、兄の清盛のこの平の重盛などが、出世する中、出世のスピードは遅れていて、徐々に平家と距離ができていったんだ。確かそうだったわね。清盛も頼盛の独立の動きを察していたのか、圧力をかけ一時期、頼盛の官職を開官させるなど、必ずしも平家一門と一心同体というわけではなかったんだ。
そんな中平の清盛が亡くなり、義仲が栗から峠の戦いを経て京都に迫ると、頼盛を一門の重鎮として頼りとする棟梁の宗盛は、頼盛に対し、義仲軍を防ぐために出兵を要請。頼盛はやむなく出兵するも、その間に宗盛は一族を率いて西国に逃げてしまい、頼盛は最前線に一人取り残される格好となってしまったんだ。この時に頼盛の心は、完全に平家から離れたのよね。頼盛は後白河法皇や朝廷の実力者、八条院保庇を受け、その下で鎌倉の源の頼朝と連絡を取り始める。平家滅亡以前から、頼盛は鎌倉へ行き、頼朝に面会していて、頼朝としても、後白河法皇や朝廷に深いパイプを持つ頼盛が自陣営に来たことを歓迎し、厚遇したという。頼盛は頼朝の命の恩人である池の善二の子であったことも、頼朝が頼盛を厚遇した理由と言える。頼盛の人脈よね。頼盛は頼朝の支援のもと、平家として没収されていた領地を取り戻し、朝廷に復帰する。頼盛は、平家滅亡からほどなくして病のため死去するが、この平の三つ森は、頼朝に恩人一族として引き続き厚遇されるんだ。三つ森は、鎌倉幕府と京都の朝廷をつなぐパイプとして、九条兼実らと同じく、鎌倉幕府よりの供養として活躍した。三つ森も厚遇されるなんて、頼盛はよほど良い人だったのね。鎌倉幕府とのパイプは頼朝の死後も続き、1219年には、静岡八幡宮での源の実朝の右大臣任官の拝賀の儀式にも朝廷側として参列していて、供養による実朝暗殺の現場にも居合わせることとなったんだ。三つ森には娘がいて、やがて鎌倉時代前期に、権勢を振るった源の道親の孫である、久我道忠に嫁ぐんだ。暗殺現場に居合わせるってすごいタイミングね。当時の久我家は没落寸前であったものの、三つ森の娘が頼盛以来の領地を手に嫁いできたため、その領地をもとに勢力を回復し、子孫はやがて源氏長者を独占し、繁栄することとなったんだ。久我家はその後も続き、明治時代には公爵に除され、現代まで続くこととなったんだな。平頼盛には他にも子がいて、そのうちの五男の平康成は、池を名字とし、鎌倉幕府の御家人として続いたんだ。頼盛はそんなに子供を作ってたのね。池氏は、鎌倉時代を通じて播磨の国などに所領を有し、室町時代まで続く。室町時代の当主である池秋盛は、口狐氏を養子とし、以降口狐氏は、池氏の領地を継承し、織田信長、豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の戦いでの寝返りを経て、明治時代まで大名として続いたんだぜ。随分長いこと続くわね。子孫が継承していく未来が守られていると嬉しいような、不思議な感覚になるよな。乃子は清盛と時子の娘として生まれ、高倉天皇に受胎し、安徳天皇を産んだ女性だ。そっか、この人も生きながらえたんだ。乃子は安徳天皇と共に、平家一門の都落ちに従い西国へと下校し、最終的には壇の浦まで逃れることになった。壇の浦の戦いで平家が壊滅し、一門が次々と入水し、乃子の子である安徳天皇も、乃子の母の時子に抱えられ、入水した。乃子も一門に従って入水するが、助け上げられ、一人生き残ることとなる。助け上げられてしまったのね。一説には、母の時子に生き残るように説得されたという話もあるんだ。生き残った乃子は、同じく生き残った一門である平の宗盛らと共に京都へ送られた。乃子は罪に問われることはなく、出家し、京都の吉田の地で一門の菩提を弔う生活を送ったんだ。乃子の元には、後に後白河法皇がお忍びで訪れたという。平家を恨んでなかった？まあ平家を恨んでいた後白河法皇だったが、一門や自身の子が目の前で亡くなり、菩提を弔う生活を送る乃子に対し、目の前に陸道を見たのだろうと涙を流したという。源頼朝も乃子に対しては礼を尽くし、平家没官領の中から一部を乃子に与えていたんだ。乃子が亡くなった時期については、諸説残っていて、平家物語では平家滅亡から6年後の1191年に亡くなったとされている。一般的には1213年に58歳で亡くなったとも言われてるんだ。確かに諸説あるわね。承久の乱後まで生き残り、68歳で亡くなったとも伝わっているんだぜ。わかりそうなことなのにわからないっていうのが、余計ロマンに溢れてるね。乃子は、安徳天皇や母の時子と共に、全国の水天宮で祀られていて、水難除け、漁業、安産祈願のご利益があるとして、現在でも日本各地で信仰されているよな。頼盛が残した希望が、現在でも信仰されていると思うと感動するわね。数奇な人生を送った頼盛に、さらに興味が出てきたわ。時間をかけてゆっくり調べてみるといいよ。せっかくの頼盛の回だから、もう少しだけ深掘った話をするぞ。
より森は、とにかく人脈に恵まれた。言うなれば母が池の前にだったところから勝ち組だったのだろう。そんな彼は、1159年、藤原の信頼と共に、源義朝が内乱を起こした平治の乱では27歳だった。頼盛は父から譲り受けた名刀抜け丸で奮戦するなど、合戦に参加したそうだ。当初の名前は小枯らしと言ったそうだぜ。ある日漁師が大物を仕留めようと山の中で一夜を過ごしたんだ。え？漁師が刀を持ってたの？そうなんだ。実は頼朝が持っていた抜け丸は、当初貧しい漁師が持っていたものなんだ。伊勢神宮に詣でた後、お告げでこの刀を授かったんだとか。この刀を持ち歩くと不思議なことに、獲物を必ず仕留められたという。これはアマテラスの恩恵だと漁師は昼夜ずっと持ち歩いたそうだ。この漁師何者よ？確かにな。この後さらに不思議なことが起きたらしい。漁師が一夜を過ごした時、抜け丸を大木に立てかけて、その横で眠ったらしいんだ。翌朝目覚めると、もともとは青葉を盛りに揺らしていた周辺の木が古木のように枯れていたそうだ。これはこの刀の仕業ではないかということで、初めは木枯らしと呼ばれていたんだぜ。木枯らしには、アマテラスの力が本当に備わっていたのかもね。この話を聞きつけた、当時伊勢神の平忠盛がこの刀に目をつけることになり、年貢三千石に変えて交換。貧しかった漁師は一気に富を得たんだとか。この刀はいずれより森のものになるのだが、この刀を手に入れて満足の忠盛は、京都六原にある池殿で昼寝をしていた。すると、池から急に大蛇が出現し忠盛を飲み込もうとしたんだ。刀を手に入れて満足して昼寝、子供みたいね。大蛇に襲われる手前で、勝手にこの刀が抜けて転がり落ちたそうだ。その刀の音で目覚めた忠盛が刀を大蛇に向けたところ、恐れて川の底へ帰っていった。このことから抜け丸と呼ばれるようになったんだな。だが、この抜け丸は兄弟喧嘩の火種になってしまう。忠盛はその後、自分の五男、頼盛にこの抜け丸を授けた。平治の乱で抜け丸を振るい勝利を収めたわけだが、なぜ忠盛は長男の清盛ではなく、あえて五男の頼盛に授けたのか。確かに、なんで頼盛だったんだろう？このことを源平盛衰記では、清盛自身いずれの刀も自分が受け取ると思っていたため、兄弟の仲が悪くなり、確執があったように記載されていた。後に世が立ち直れば、六代に伝えるようにと頼盛は言われたらしいぞ。つまり落ち着いたら清盛のひ孫に渡せってことだな。結局は受け継がれるのね。そうだな、これはあくまで抜け丸は忠盛からの宝であること。清盛と頼盛の母が違っていたことに起因するのではと言われてる。というのも抜け丸の名前の由来になった大蛇の出来事が起こったのは、池殿。この池殿は建物のことだけでなく、そこに暮らしていた忠盛の正妻である。池の前にや池大納言と呼ばれた頼盛自身を指す言葉だったそうだ。清盛は池の前にの実の子じゃないから、この刀は頼盛に伝わったのね。頼盛は平家の長ではないが、忠盛自身が入手した刀であり、池殿での出来事を踏まえると、当然正室の子に伝来するのが妥当だよな。確かにそうね。その後の抜け丸は、どのように渡っていったのか諸説あるが、中には清盛の長男、重盛を経て、その子のこれ盛に伝わったというものがある。だから源平盛衰記などではこれ盛の出家話の間に三つの宝の話が記載されている。これ盛はその後、この抜け丸を家臣に預けていて、難を逃れていたんだ。ひ孫ではないけど、一応孫には伝えたのね。一説だな。その他にもより森自身の子供たちに伝わったとか、足利に渡ったなんて話もある。より森は平家一門と微妙な距離感のままでいたが、清盛の死後、没落していく一家とも距離を置いていた。そのため宗盛の代で1183年に都を帰するも、それには同行してない。逆に彼は源頼朝に接近し、鎌倉側に着く。これは母である池の前二の女名嘆願が関わっていると言ったが、いずれにせよ平家とは別行動をしていた。そう考えると重盛、これ森親子に伝来したのはちょっと無理があるような。まあ言い伝えでしかないからな。平家の赤旗を捨てて200騎ほどの手勢だけで京に残った頼盛は、源氏の支配下でも、高い役職の兼大納言に復帰した。その後壇の浦の戦いの後、出家して翌年に病死か。平家物語も源平盛衰記も物語であって、歴史書ではない。だから頼盛が意図的に平家一門と距離を置いたのか、そうでないのかもわからないが、彼の存命によってかろうじて平家の血筋は残ったんだ。その後男子が少なかったこともあって、頼盛の血筋も南北朝時代頃には断絶したんだがな。残念ね。頼盛が自分の子供たちに抜け丸を伝えたかは不明だが、子供たちは京都鎌倉をつなげる役割になっていたのは事実。
そのため鎌倉側に伝わったとする可能性も言及されているんだぜ。抜け丸は平家の宝刀でありながら、平家一門とは距離を置き、滅亡時は源氏側にいたとされる刀なのね。頼盛と同じく数奇な人生を歩んだのは確かだな。刀には魂が宿ると言われているが、自然に頼盛と同じような流れに巻き込まれたのかもしれないな。源頼朝による本領&によって頼盛は、鎌倉との主従関係に組み込まれたとする見方もあるんだ。その後頼盛は一旦帰郷し、5月3日に改めて正式に関東に下校。この時に頼盛は宗清にも同行を命じるが、宗清は固辞したらしい。6月1日には源頼朝は平頼盛のために盛大な送別の宴を開いたそうだ。頼盛は本当に厚遇されていたのね。宴には御家人の中から、京都になれるの輩が集められ、選別として、金作剣一太刀、砂金一袋、安馬10匹が送られたそうだ。頼朝は、宗清のためにも選別を用意していたらしく、渡せずに残念がってたそうだぜ。宗清、行かないなんて言ったから。頼盛は頼朝に、宗清は病気のため到着が遅れると伝えていたそうだが、残念だよな。1184年6月5日、平頼盛は帰郷すると、将棋兼大納言に官任した。これをきっかけに兼大納言になったのね、なるほど。この時に頼盛の子供の三森は侍従に、安成は河内の神となったんだな。京都に戻った頼盛は、再び朝廷に。12月16日には後白河法皇が八条室町の頼盛邸に身行きし、摂政近衛元道の春日系の行列を見物している。頼盛の地位は安定したかに見えたが、宝十字合戦を前に京都から逃亡したことや、鎌倉で厚遇を受けたことで、陰謹慎の反発を買い、朝廷内で孤立したと推測される。孤立してたのね。確かに頼朝からの厚遇は妬まれる材料だわ。12月20日、頼盛は兼大納言を辞任し、息子の三森を近衛少将に任じることを創成した。1185年3月、平氏一門は壇の浦の戦いに敗れ滅亡。1186年正月に後鳥羽天皇の包囲行幸が行われた時、八条院の宅邸が地震により破損が著しく、修復も済んでいなかったため、隣の平頼盛邸に白羽の矢が立ったが、頼盛は家に汚れがあると言って固辞したそうだ。この時にはもう健康を害していたと言われている。この後の1186年6月2日に平頼盛は54歳で死去するのね。平頼盛の死は周囲から忘れ去られたひっそりとしたものだったらしい。ここまでトントン拍子に言っているのも、何らかの神の加護を感じるよな。あの平清盛を兄に持つ平頼盛の平家一門としての数奇な人生に、興味を惹かれてしまうのは必然なんだ。確かにそうね。現代的な言い方をすると、まさに親ガチャに大当たりしたって感じ。私もそう思う。頼盛が授かった抜け丸この刀が小枯らしだった頃から、頼盛には神がついていたのかもな。それじゃあご視聴いただきありがとうございました。